するしない？どうも、中澤ダルナです。今回はなんと逆転満塁ホームランあったね、甲子園あったね、あったね、初めてでしょ、やばいでしょ、あれは100回の歴史で初めてでしょ、満塁のさよならの、してそう記念すべき、そう、あったんですよ、さすがです、ね、話ずらしてごめん、いいよいいよいいよ、今回は司会進行が私です、ハルボーですするしないをずっと見てるんですが、うん、はい、聞きたいことがたんまりあるんですよ、うん、紹介してよ私のことゲストゲストいいよいいよ、うん、じゃあ今回のゲストはこちら、皆さんはじめまして、日向愛子です、よろしくお願いしますよろしくお願いします。わー、さあ、日向の麻雀するしない、うん、ですけど、はい、ユーチューバーになったわけですけど、ね、日向愛子さん受ける受けるでしょ、うん、私も受けたよ、愛子ユーチューバーになるって言われて何言ってんだよって感じだよね、びっくりした、うん、え、ユーチューバーになる、え、ジャンプロ、ジャンプロユーチューバー、ジャンプロユーチューバーになる、でもかっこちっちゃく下に雇われって入ってます、うん、うっそ、ほんと、愛子のユーチューブには知らない、そう、だからなんでユーチューバー、なんでユーチューバーになったかってこと、うん、お金を稼ごうと思ったから稼ぎようと思って、お金稼げるの、違うんだよ、違うの、大人が、うん、ひなたさんやりませんかって、はいはい、ひなたさん YouTuber やりませんかって、はいはいはい、お誘いをいただいて、パンって言われたらえってなりません、なったよ、なるでしょ、 YouTuber ですかみたいな、 YouTuber みたいな、そう、でも最近のほらちびっ子たちに人気の職業で、なんかそれって結構あの儲かるみたいな話はテレビで聞くから、聞く、え、早くお金持ちになれるんじゃんみたいなあのちょっとしたあの汚れた感情はあったね、黒いやつね、黒いやつがあってあったけど、うん、でもなんか、うん、どこまでかよく分かってなかった、その時はあのこんなにこう、うん、ほぼ毎日動画を上げるのかなとかも最初分かってないし、どんなコンテンツやっていくか、どれだけ私の意見が反映されるかとか、うんうん、どれだけあの周りの人たちがいい人なのかも最初よくわからないから、雇われだしね、そう、うんうん、だからちょっとビクビクしながらちょっと恐る恐る様子見てやって、うん、でもあの麻雀プロって対局が多いじゃないですか、対局ばっかり、なんかこう打ってる姿と、うんうん、それ以外だと、うん、うちは実況、そうですな、そう、解説の人と実況するってなると、うんうん、はいはい、プレイヤー選手の話を主にバーってして、うん、麻雀触れてってやるんだけど、はい、なんかもっと麻雀プロの人間味が出るコンテンツがあればいいのになとは思ってた、オープニングぐらいですもんね、そうそうそう、喋れるのって、まあでもあれも麻雀についてじゃん、ほぼってなると、そう、他のなくて、うん、で昔ほら一緒にさバラエティやってたじゃん、やったー、ニコ生で、やったー、あの時代はあれはあれで大変だったけど楽しかったなって思ってたの、たあれ、うん、だからどっかで生放送じゃなくてもいいから、うん、なんかプロの人たちとか、うん、それうちら身内もそうだし、うん、面白い人いっぱいいるから、うん、なんか紹介できたらいいのになとかは思ってた、確かに人間性わかるとまたなんかね、そう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 、思い入れが強くなったりするし、なんか麻雀でこうやってて、うん、この人の麻雀好きだなから入れるけど、うん、本当はもっと人柄も良かったらそれよりも先に、うん、麻雀よくわかんないけどこの人応援したいとかなるじゃないですか、あれを増やせていけたらいいのにっていうのが根本にはあったの、うん、ってことはだから結構これいいと思うんだよね、確かに YouTube って、うん、すごいいいと思う、みんな見れるしね、そうで、ちょっと変なこと言ったらすぐカットしてくれる編集チームが大変大変だね、そうだね、ひなたがこれもカットしろあれもカットしろって言ってんのに、うんうん、ダダ流しするノー編集でピューってやってわーなんか流れてる、これイメージ悪くなるかもみたいなことが確かに流れてるけど、生放送多かったっつもんね、生放送多かったから生放送の最中に急に危ないこと言わないじゃん、うん、なんか多分フィルターちゃんとあって、うん、だけどなんか録画かいいかなみたいな
うまくこうしてもらえればいいかなみたいな編集の力って言いつけてるのに、うんはいはい、いかんせんねそこをねわざわざね文字出しとかしだすんですよ大人たちがうわー面白い怖い入れちゃえみたいなうわーってやるのよそこら辺でよく喧嘩はしてますあーなるほどね、うん、でもかなり私の話をね聞いてくれるし、なんか雇われなのに結構シャシャってもみんな温かい目で受け入れてくれる人たちが揃ってました。じゃあなんかやりたいって思ってたことはやれてるって感じなんですか。そう、これこういう企画やりたいです、こういうのやりたいですとか全部言ったりすると、うんうんうん、ちゃんと聞いてちゃんとそれを立ててくれる、こういう風どうですかみたいな、うんうん、とかもやってくれるから、うん、何の機会も触れないのにYouTuber になれるよねやったー、大人たち大人気、あの大人気コンテンツ麻雀の匠は私企画ですからね。 あれはいや、あれはマジ本当見た方がいいなって思いました。そうでしょ、うん、プロも見た方がいいでしょ。そうなんですよ。でもああいうのもそうだし、うん、こういう誰々の部屋みたいにやるタイプのやつも、うん、なんか喋りトークで、うん、なんか面白いじゃん。もう麻雀プロ変わってる人多いじゃん。多いです。だから面白いんだけどねこれ全部伝えられたらそれをね全部ね、うん、露出していってる気がする最近は。うん、いいとこいっぱい出てますよね。そうだから結構いいと思う。だからもうちょっとね、もうちょっと若手の人を出したい今後は。今ねなんか結構有名な人ばっかりですけど、あの大御所に乗っかって再生数を上げてこうっていう魂胆なんだけど今ね。なるほどなるほど。今はねそりゃ、ね、そう、うん、ピザ届いたよ。来たピザ届いた。こんな不意にピザ頼みましてん。でもそうなんです。今までで一番楽しかったやつは、するしないやってて、するしないで楽しかったこと、楽しかったやつ、壁紙楽しかったよ私。あ、見てる方はってこと？そう、見てる方楽しかった。壁紙結構辛かったよね。なんかすごい大変そうなロールが送られてきてえ、これは全部私一人でみたいななんか不意に渡されたあれは結構辛かったし、なんか、うん、ここの大人ちょっとバカなんじゃねえかなって思った回だよね。なんかね、楽しいのはちょいちょいいっぱいあるんだけど、うん、なんかね、多分どっかで仕事って思ってるんだろうね。あいこね、すごい全力で楽しいってことがないかも。展望は展望は本当に嫌だったもう展望入れ続けるやつでしょ。あいこいちごちゃんかわいそうだった。いちごちゃんかわいそうだし、うん、もうなんか絶対これ怒られるだろうとかいろいろ思いながらでも大人をこうやって入れろみたいになってて、やれみたいな、やっててあれはもう全然あの良かったと思い出、悪かった思い出の、うん、悪かった思い出、こっち側ね、うん、悪かった、まあ、確かにいちごちゃんいじめみたいになったもんね。良、うん、かった思い出なんだろう。でもたくみに関してはなんかいろいろ反響あったんじゃないですか。たくみはでもあれは一個のコンテンツとしてすごいちゃんと頑張らなきゃいけない、うん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 、し、あのトッププレイヤーの人たちがよりよく映るにはとか、どうしたらいいだろうとか、うん、どんな質問したらいいだろうとか、うん、結構悩みが絶えないコンテンツなの。だから楽しくはないの。あれ楽しくないね。結構あそう、結構真面目にいろいろ前日からその人の麻雀の打ち筋とかも考えて、こういう話の振り方しようかなとか、うん、結構真面目にやってるから、うん、あれはね、楽しいではない、はっきり言って楽しくない。楽しいではないのね。だからこういうのが一番いいかな。あーこういうの、こういうなんかそう、あの気が知れない、気が知れないって何、気が知れる、気の受けない人のが楽。楽、うん、楽だし楽しい、うん、じゃあずんたんとか、まあ、私とか、あ村上さんはもう、うん、ね、喋ってる分には楽しい。なんか村上さんの身内話面白いじゃないですかいろいろなんかぶっ飛んでて、うん、ああいうの聞いてて、でしかも村上さんって性格が女の子っぽいから多分うちらより女の子っぽいじゃん。女の子だと思う。絶対なんかさ、すぐ連絡くれるタイプなんかあったらビグゼン頑張ってなとか、何何があったよって書いて、誕生日おめでとうみたいな。だからそういう人がなんか仲いい人でいるとなんか楽よね。わかる。なんか女友達といるみたいな感じ。ああいうのはだから喋ってる方が楽しい。こういう雑談みたいな、あの、そう、誰も傷つかないやつ。あ、傷つかないし、うん、この出来高でヒンズさん消しますとかないやつ消しまーす。そう、さよならしなくていいやつは楽しい、うんうん、でも思わん、
実況の仕事もそうだし、うん、対局の仕事もそうだけど、うん、あまりこう成果が残せなかったりすると次の声掛けってもうないかもしれない、ないかもしれないって毎回思って思って受けるから、うん、そこでちゃんと 100% でちゃんとやらないと、うん、次はもう違うこのお仕事になるのかなって思いながらやるじゃん。でもその仕事ってさ、やりがいはあるけど楽しむって結構高度じゃない？楽しむのは高度だね。そうだから多分それ、いいこと聞いたねそれなんだろ今は楽しいよ、これ楽しい。あ、よかった。なんか変な色のつなぎ着てなあじゃあ感じで楽しい、ゆるい。でもね、若手の子がもっと出てきてくれたらいいなと思う。そうね、それはするしないでも紹介していきたいぐらい、うん、協会のさ、松本さん言うじゃん、よしひろ、うん、あれ、いいよね。おなんか出したい。ああいうさ、若手のさ、ジャン力もあるし、うん、先輩にすごい丁寧だし、うん、言葉遣いもいいし、うん、人柄もなんか個性的だし、うん、ああいう新人最高生に欲しいなって。発掘しようかなみたいな。あ、いいんじゃないですか。ね、そういう育ててもいいんじゃないですか。そう、だって、RTD にパンって言ったんだよ。あんな逸材、今んとこアザピンくらいですわ。まあそうです、ね、アザピンでも31だから、アイコより上なんですよ。あ、そうなんだ、ね、そう、なんか若手っていうには入りたてだけど、全然若手じゃないし、ジャン力もジャン歴もアイコよりも全然先輩なんで、そうですもっとなんか若くて、20代前半ぐらいの、はい、なんかすごい今後伸びそうな、そう、最高先生を追っていけそうな、弾力としても人柄的にもみたいな、男の子も女の子も見つけていけたらいいなと思う。じゃあ見てあげるの。じゃあ、いや、それはやだな人柄は見てあげるの、強制する。ちゃんとごめんなさい言いなさいはい、これやだ女の子でもさ、人柄はもう変わらんよ。変わらんけど、最初に会って、うん、あ、こういう子かなと思ったら、うん、そんな変わらんよ。じゃあ人柄から選んでいく感じ。顔かな。顔やっぱある程度イケメンじゃないとやっぱりダメだよね。あ、確かにメディアに出るにはそうだね。だから39期以降とか40期ぐらいから、うん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 、若手の、そうそう、今 D リーグぐらい C3 ぐらいにいるような中から逸材を見つけると。パンパンって上がってくる子いないからね、リーグ特徴からでも。年下がいいんですよ。年下はね、だってこれからがあるじゃん、うん、年下の方が。そうですね、まあ男の人でもちょっとね、30過ぎてるとね、